お盆休みに帰省した時のことなんですが、普段仕事が忙しく、なかなか実家に帰れず、久しぶりに帰ったので、地元に残っている学生時代の友達にも会えるかなとか思いながら帰省し、実家に帰り、久しぶりに会う両親と話をして、ゆっくりしていると、両親が少し買い物に行くと言い、私も一緒に行くか聞いてきたのですが、疲れていたのもあり、一人で留守番をすることにしました。両親が買い物に行き、一人でテレビを見てぼーっとしていたのですが、いつの間にか眠ってしまったようで、マリちゃん、マリちゃん、と私を呼ぶ声で目が覚めました。見ると目の前に同じ年くらいの女性がいて、驚いて飛び起きると女性が、久しぶり、リナだよ、と言い笑っています。よく見ると幼稚園から中学校の時までの同級生で、よく一緒に遊んでいた子で、別々の高校に通うようになってから徐々に疎遠になってしまったのですが、当時の面影が残っています。私も、久しぶり、元気だった？などと久しぶりの再会を喜び、懐かしい話をして盛り上がったのですが、何か飲み物をと思い台所に行った時、両親がいないことに気づき、あれ？と思い家中見て回り、両親がまだ買い物から帰ってきていないことを知りました。りなちゃんに飲み物を出しながら、りなちゃん、どうやって家に入ったの？と聞くと、りなちゃんは、マリちゃんのお姉さんが開けてくれたよ、と言います。え？お姉さんに？どんな顔だった？と聞くと、あれ？なんだろう、顔が思い出せない、と考えています。私がなぜこんなことを聞くのかというと、私は一人っ子なので、姉はいません。さっき家の中を見た時には誰もいなかったので、一体どういうことなのだろうと考えたのですが、よくわかりません。ただ目の前にはりなちゃんがいるので、何者かが鍵を開けたことになります。なんとなく気味の悪さを感じながら話していると、りなちゃんが、そろそろ帰るね、と言い帰っていきました。すると、その後すぐに両親が帰ってきて、私が、今中学校の同級生のりなちゃん来てたんだけど、私が眠ってる間に誰かが鍵を開けてりなちゃんのことを家に入れたみたいなんだけど、と言うと母親が、え？本当に？と驚いている。私が、そうなの。りなちゃんは私のお姉さんが開けてくれたって言ってたけど、私が家の中を見た時は誰もいなくて、と言うと母親は、違う、本当にりなちゃん？と聞くと、りなちゃん、今年の春に事故で亡くなったんだよ、と言います。何かの間違いだと思ったのですが、私の母親とりなちゃんの母親は仲がいいし、りなちゃんのお葬式にも参列したそうなので、間違いないそうです。私が久しぶりに帰省したので、りなちゃんが私に会いに来てくれたのだと思います。